仙台上における船、オーストラリア・クイーンズランド州、1913年、仙台は、船の建造や、修理のために、海や川などの岸に設けられた斜面である。造船所で船を作る方式としては、仙台を使う方法と、カンドックを使う方法がある。仙台は岸に設けられた斜面で、その上で船を建造し、船が出来上がると斜面を滑らせて水面に浮かべる。 船をすべて完成させてから浸水させるわけではなく、とりあえず水に浮かべられるだけの尖閣が出来上がった時点で浸水させ、以降は偽装岩壁において作業を行って船を完成させる。これに対して、カンドックでは水辺に船を収容できる溝を掘り、入り口の仕切りを閉めて水を抜いた状態にして、その中で船を建造し、 水を注いで浮かべた上で仕切りを開けて水面に送り出す。仙台から浸水させられる船の重量に限度がある。関係で一定規模以上の大型船舶はカンドックで建造される。仙台から浸水した最大の船は1934年のイギリスのオーシャンライナーのクイーンメリーで浸水重量が36,700トンであった。これとほぼ同規模のものとして 三菱重工業長崎造船所で1940年に浸水した戦艦武蔵があり、こちらは浸水重量が35,553トンであった。イングランドのサウスタインサイドにある仙台も、ともとは海岸の砂浜がそのまま利用され、そこで船を経流したり製作したりしていた。しかし十分な潮石がない場所などでは人工的に斜面を形成する必要があり、 船内が建設されることになった。斜面は10分の1程度の勾配がつけられ、底面はプレキャストコンクリート、石、木材などで製作される。斜面は水中まである程度伸ばして建設する必要がある。また、船舶を船台に引き上げて修理などをする場合は、ウィンチなどを設置して船を引き上げる設備をする。 船台で建造した船が水に浮かべられる程度まで出来上がると水面へ送り出す浸水が行われる。このためにあらかじめ船台に固定されている固定台と船側に固定されていて浸水の際に船と一緒に滑る滑走台が用意されている。この固定台と滑走台を合わせて浸水台と呼ぶ。船が建造されている途中では浸水台は船の下部に 用意されているが、これ以外の板儀という構造により、船体が支えられている。建造が進み浸水の準備が行われる過程で、板儀から浸水台に船の重量が移し替えられ、浸水時点ではすべての船の重量を浸水台が支えた状態となる。この状態で船が滑り出さないように、トリガーという装置が取り付けられている。固定台と滑走台の間には、 古くは潤滑油が塗られており、互いによく滑るようにされていた。第二次世界大戦後の日本の技術開発により、この部分には高級を入れて転がすようになった。浸水式が行われると、船を止めていたトリガーが外され、船は滑走台と一緒に固定台の上を滑り落ちて水面に浮かぶ。船から滑走台が取り外されることで浸水が完了する。 浸水の際には、先に水面に入った船体の部分には、浮力が発生して浮き上がり、一方で、まだ船台上に残っている部分は、船台から支えられた状態となる。これにより、船台に残った船体には大きな力がかかり、あらかじめ補強をしておく場合もある。さらに勢いのついた船体がそのまま流れて、しまわないように、ブレーキをかける必要もある。こうした、 複雑な問題があるため、特に大きな船体を浸水させる作業は、技術的に難しいものである。こうした技術的な困難がある反面で、何万トンにも及ぶ巨大な構造物を短時間で滑らせて水面に浮かべる作業は、見ているものに感銘を与えるものであり、このために、船体からの浸水に際しては、華やかな浸水式が行われるのが、一般的である。 これに対して、カンドックでの建造は、ドック内に水を入れるだけであり、仙台方式ほどの華やかな浸水式は行われない。ありがとうございます。